ちゃ。こんにちは。はい。はい、湯高さん。はい。今日も振り返っていきましょう、3連戦。ね、3連戦ね。はい。ね、眠くてたまらない。まあこれは夜中の撮影だからな。ね、これは仕方ない。最近はそれはここら辺の心情を書くようになったんですか。まあまあそうだよそうだよ。で、まばたき元気、はい、寝てる場合じゃないというね、はい、どうなるのみたいな。そうですね、まあ3連戦ね、はい、もう本当に目が離せない。いや本当に本当にですね、ね、はい、はい、ではではということで、はい、まずセリーグから見ましょうか、ね、はいはいはい、DeNA ちょっと連勝がストップしてしまいましたか。まあそうだな、はい、3戦目にね、うん、はい、で DeNA が2勝1敗、はい、ヤクルトが2勝1敗、はい、でジャイアンツが2勝1敗の勝ち越しということでした。はい、はい、まずは阪神 DeNA から、はい、ね、阪神 DeNA 青柳、伊藤、西、純也で、 DeNA の方は今永、浜口で、1戦目、まあ、青柳が捕まるんだけども、その捕まり方が宮里を2番に入れて、うん、これ宮里、あの上里がすごくあの青柳に相性がいいんだよね、はい、これを2番に入れて、はい、楠本を5番に下げたという、はい、まあ、下げたというかクリーンアップを打たしたというね、うん、で戸柱もキャッチャーとして左バッターを使っていくという、はい、それがことごとく当たるんだよ、うん、DeNA の方は、はい、で青柳も失点の仕方っていうのが、まあ、フォアボールから始まり、上里がつないで1・3塁、うん、佐野のゲッツー崩れで1点を取るとか、うん、で2回は今永にタイムリーを追加点を打たれる、ね、まあ、3点目は戸柱が打つ、タイムリーを打つとかね、うん、で9回には佐野がホームランを打ち、まあ、勝っていくんだけどもさ、はい、まあ、その中で宮崎外を外し、うん、青柳を対策を取ったということが、まあ、勝利に1戦目は結びついたという、はい、ね、だからこういうことを青柳がずっと各球団やられてるんだよね、うん、そこで非常に苦しんでる、まあ、ここが勝てないと阪神もなんかちょっと浮上してこないなっていうふうに思うんだけど、はい、で2戦目は伊藤と浜口の投げ、はい、まあ2人ともねよく頑張ったよ、ずっと0点で行きながら、桑原の満塁ホームランで決まるんだけど、はい、で伊藤をさ満塁にする場面なんだけど、伊藤を申告敬遠したんだよね、はい、一塁が空いてたから、うんうん、そしたらツーアウトから関根がセーフティーバントで桑原につないだんだよ、はい、それで満塁にして桑原が仕上げたという、非常に0対0の時に申告敬遠をしランナーを詰めて余分なランナーを出すとやっぱり余分な点が入ってしまうというね、う、まあ、そういう試合だったんだけどもさ、まあそれでも桑原がよく打ったというね、うん、まあその中で阪神タイガース 1,2 戦ともゼロに終わるというね、うん、完封されるという、はい、まあその DeNA の投手陣の良さがちょっと光ったんだけどもね、うん、で3戦目は佐野真希に1本が出ない、はい、それまでちょっと好調だったのに3戦目でちょっとね西純也がね非常に良かったんだよ、うん、だからちょっと止められたということね、うん、まあ、それと失点の仕方ロメロが、まあ、立ち上がり、まあ、阪神らしい攻撃だよね、うん、内野安打2本とか、まあ、そういうことで攻め上げて、で盗塁も絡めて、うん、で満塁にした後にロハスが際どいところを見逃して押し出しのフォアボールを取るんだよ、うん、そこからなんかこう DeNA のリズムが崩れて主導権を取られると、まあ、でコロナから復帰した大山が、まあ、タイムリーを打つと、うん、やっぱもう常々言ってるんだけど大山が打つとやっぱ阪神は強いというね。なるほど。でも西純也の好投も光ったね、いいピッチャーに育ってきてるね、うん、やっぱね、うん、だからそういう意味では3戦目は、まあ、勢いを止められたというね、うんうん、まあ、その中でエラーとかも絡んだんだけども、まあ、これは仕方ないよね、うん、まあ、阪神の投手陣もいいし、これは特にDeNA が3戦目を落としてしまって連勝がストップしましたけど、うんうん、DeNA の調子がこう下降気味というよりはこの試合に関しては西投手の出来が良くて、うん、阪神の打撃も良くてっていうような試合っていうふうに見た方がいいのか、まあそうだね、次にちょっと気になる要素があるのかな、うん、どうなのかなっていう、まあすごく気になるよね、うん、俺が見た感じでは、はい、やっぱ佐野も牧もちょっと力みが入ったね、
負けてる状態でゲームが進んだんで、うん、まあ、当然ここで1本打てばとか、うん、まあ、彼らが一番意識したところで、まあ、そこで調子が悪いというよりもちょっと力んだというね。なるほど、うん、あとはこの連勝のあれもありますか、反動には、あの勝ってるからこのまま勝っていきたいっていうようなこう意気込みのようなものがちょっと、うん、まあ、まあ、もちろんあったし、ちょっと空回りしたっていう部分があったよね、うん、だから、まあ、まあポンポンポンと点を取られていったから、うん、ちょっとあの踏ん張りが効かなかったのと、うん、やっぱロメロのテンポも悪いし、うん、打たれ方もちょっと悪かったかなっていうようなね、まあ、そんな感じがしたから、まあ3戦目はまあしょうがないね、うんうん、じゃここはちょっとしっかり切り替えをしてっていうところですね。そうだね、次には、はいはい、はい、でヤクルト対広島、はい、ヤクルトの先発ピッチャーが石川、高梨、高橋、はい、で広島の方は森下、栗、野村、はい、ね、まあ、1戦目マクブルームの、うん、あのスリーランで先行するんだよね、はい、まあ、石川がちょっと立ち上がりで捕まるんだけどもさ、うん、だけどその後ぐーっと締めとくんだよね、うん、点をやらずにね、はい、で頑張った結果村上の逆転スリーランでひっくり返して勝つという、まあ、さすが村上様みたいな、ただ村上が勝たないとやっぱ打てん、うん、苦しいのかなっていうような、はい、まあ、そんな試合の展開だったけども、うん、だけどこれ一塁が空いてなかったから勝負してくれただけで、うん、でも勝負したらこういう結果になるという、うん、だから2戦目3戦目ってどうなるんだろうっていう、逆に打ったけど心配になったという試合だったけど、まあさすがに、はい、まあ村上だよね、うん、まあそういうところで逆転スリーランを打つというね、まあそういうことが1戦目に起きたという、はい、で西宮は宮本がタイムリー、うん、山崎3安打、塩見も調子を上げてきたということで、うん、まあ言っていた村上徹底マークはされるんだけども、はい、周りが打ってくれたという、それも若手がね、うんうん、だからそういう意味ではすごく心強い、2勝目だったと思うんだよね、はい、で高梨もちょっと頑張ったしさ、きっちり6回かな、うん、まあ、投げ切ってくれたし、だからそういう意味では、まあ、2戦目はいい勝ち方ができたのかなっていうね、うん、あ、上がり目だなっていうそういう感じがしたんだけど、はい、まあ、3戦目、うん、結果から言うと松山が決勝タイムリーを打つ広島の、はいはい、それも初球、ここがね矢野という選手がヒットで出るんだよね、ライト前ヒットで、はい、でこの選手は足が速い、うん、で代打の松山はおそらくボールを警戒し外のまっすぐから入ってくるというのを読まれたね。なるほど、だからヤクルトバッテリーには珍しく、うん、なんか単純にいっちゃったなっていうさ、うん、で松山っていうのは代打に出てきた時に、うん、本当に初球から振るんだよ、はい、この前でもネオがサヨナラの場面で出てきた時に、うん、松山がサヨナラを打つわけだけど、はい、それも初球なんだよね、まっすぐ、だからそういう意味からすると少し安易な入り方をしたなというね、うんうん、そんな感じがした。それでやっぱりねその試合で村上が徹底マークを受けるんだよ。それ2戦目の音があるっていうのが一番大きいですか。まあ2戦目っていうか2戦目はねそんなシチュエーションはあんまりなかったんだけど、うん、まあ、3戦目にやっぱりランナーがスコアリングポジションに置いて一塁が空いてるんだよ。その時は必ず申告敬遠、はい、ね、その後に打ったサンタナが直近の5試合で15の3、2割、うん、で6番に入ってる、まあ調子が悪いんだよね、うん、6番に入ってる山田が18の1、うん、率は056、うん、絶不調なんだこの2人とも、はい、だからまあ明日のこと言ったらちょっと悪いけど、はい、ちょっと5番が心配だなっていうような3戦目だったね、うん、やっぱりこう今のヤクルトにとっての、うん、まあいろいろな要素あると思うんですけど、村上選手の前後だったり、うん、周りを打つ人っていうのがとても重要ということですね。まあ重要だよね、うん、だから村上に回したくないから前を確実に抑えに行こうとするし、うんうんうん、で村上にそういうチャンスが回ったら申告敬遠でも下げて絶対5番6番で勝負してくるから、うん、だからここが一番の肝だから、なるほど、だからここら辺がちょっと当たってないっていうのがちょっと心配な
ことが起きたなって思うね。それまでサンタナがバカバカ打ってたからさ、そんな心配はなかったんだけど、はい、ちょっと心配になってきた。うん、まあそういう3連戦だったね。はい、はい、でジャイアンツと中日、はい、で巨人は菅野、井上、若い左ね、はい、戸郷で、中日が勝野、松葉、高橋、はい、広人、はい、ね、まあ1戦目は菅野が8回110球、うん、2安打0点に抑えて、中田岡本の、まあ、タイムリーなどがあって、はい、まあジャイアンツらしい勝ち方っちゃ勝ち方かな、うんうん、まあ、菅野がしっかりしたピッチングをし、はい、で中軸がタイムリーを打つ、うん、まあ、その中で中田が先打点をマークした、うんうん、おめでとうございます。おめでとうございますね。そういう意味では、うん、やっぱ巨人が求めてる試合がやっぱエースが投げ、うん、4番中田、5番の岡本がタイムリーを打つ、はい、まあ、これも完勝だよね、うん、ただ中日はやっぱ菅野にかかって2安打しか8回までに打ててないという、うん、だからいいピッチャーにかかったらもうイチコロだなっていうような、うん、そんな感じがするし、うん、もうちょっとなんとかならんかなと思ったね。で2戦目松葉が6回を、まあ、好投する、はい、0点に抑えるという、うん、で打線がまあつながって石橋、まあ、代打福田とかが、まあ、タイムリーを打ち、はい、まあ、勝つわけだけども、うん、まあピッチャーが頑張って打線がつながると勝つんだけどもさ、やっぱここでも名前が出てこないのに主軸の名前がないんだよね、中日の方はね。だからそういう意味では困るということ、それと1戦目にあれだけの巨人いい勝ち方してるのに2戦目につながらないという、だからまあ順位とかチームの状態とか、まあそういうものがちょっと浮き彫りになってる。なるほど。で1勝1敗で迎えた3戦目、まあ戸郷が好投、8回121球、11三振、うん、ね、で青柳に1勝3、これ最多勝も狙えるような位置上げてきたんだけどもさ、はい、ここでちょっと心配なのが7回に、うん、まあ2対1で勝てた場面でね、ツーアウト1、2塁かなになったんだけど、はい、普通だったらもう100球超えてんだよ、うん、そしたら代打送ってもいいんだよね、うん、次8回9回だけだから、でも代打送れないんだよ、うん、ということは中継ぎに信頼のおける1点差で出せるようなピッチャーがいないっていうことなんだよね。だからそういうものが浮き彫りになった3連戦で、結局8回まで投げて、まあ、大勢が抑えて勝つわけだけど、はい、まあ、菅野もそう、8回まで行って、うん、9回だけ任して、で戸郷もそう、1点差で、大勢に任してみたいな。だからそういう意味では非常に苦しいよね。なるほど。あの、こういった場面では中継ぎは誰だよっていうようなこうパターンがないということですか。そうそう、うん、普通だったらさ、普通のチームだったら6回まで投げ切れば、うん、まあ、7、8、9って任せられるっていうピッチャーがいるんだけど、うんうんうん、巨人は8回になってもいないっていうことだよね。だからここら辺は先発ピッチャーがやっぱこうどん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 疲労とともに持たなくなってくるよね、うん、だからなんとかしないと、うん、これジャイアンツは息切れするということ。なるほど、うん、で高橋宏斗、うん、ものすごいやっぱりいいピッチャーだな、うん、これをやっぱエースに育てるためにはやっぱ野手陣が頑張って点を取ってあげないと、うん、これこのまま潰れていくよ本当に。でも今日昨日でも戸郷からチャンスあったんだよ、ワンアウト満塁とか、うんうん、で1点取れば同点なのにさ、もう高橋宏斗もベンチに乗り出して取ってくれみたいな顔してるけど、だけど取れなかったという、うん、でもね、投げるたびに良くなってるし、うん、投げるたびに面構えが良くなってきてる、うん、このピッチャーはいいピッチャーになると思うよ。なるほど、うん、だからまあ皆さん期待してください、はい、ね、ただ勝ち星つけてやりたいね。そうですね、そうするとなおさら中日の打撃というのが課題になってきてそうだなるというところですかね。そうだな、うん、はい、ということで連勝ストップ、まあ、DeNA だね、はい、うん、でまあ、ヤクルトも連勝してたけどもストップしたという ね、 うね、決め手を欠いた3連戦という、うん、ね、どこもかしこもなんかだらっと流れちゃったっていうようなさ、うん、まあ連勝止まって残念だったけども、まあいい戦いはしてたけどね、うん、でも阪神は近本だとか、うん、大山とかね、中野とか、うん、まあコロナから帰ってきた選手が、まあ、躍動してたということだよね、はい、でヤクルトはやっぱり村上の後1にも2にもね、まあ、そういうところがちょっと不安だなということね。
でジャイアンツは中継ぎ投手陣、はい、どうなってるのって、信頼できる人いないのっていうような感じがしたしね、うんうん、はい、まあ、中日はもうとにかく打ってやって、もうピッチャー頑張ってる、ね、うん、まあ、そういう3連戦でした。はい、はい、ということで、はい、パ・リーグいきます。はい、はい、こうなりました。はい、こちらは、はい、ロッテが2勝1敗で勝ち越し、はい、でソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、で日本ハムとオリックスは2試合で、そうだ、もともと2試合ですね。そうですね、はい、これは1分け1分け、あ、そうですね、オリックスが1勝1分けということですかね。はい、はい、ということで、うん、ロッテ西武から、はい、ね、ロッテは石川美馬、鈴木で、西武は高橋光成、平井、松本、うん、1戦目はウーネンティン、栗山、殿崎などの小刻みな加点によって、うん、まあ、逃げ切るんだよね、はい、だから1戦目見ると非常に落ち着いた、うん、なんていうのかな、こう勝ち方をしてるというか、うん、リズムがあった、そういう試合だったんだよね、はい、高橋光成も粘ってたし、うんうん、で石川がロッテは逆に、まあ、粘りきれなかったという、うん、まあ、そういう試合だったんだ。ただ打線も好調だなっていうふうに思ってたの、西武はね、はい、で2戦目、福田周平のファインプレーで流れが変わったね。はい、ね、あのフェンスに直撃してしまう、そう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 、まあ、結果ちょっと怪我をしてしまうような形にはなってしまいましたが、そう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 、大ファインプレーでしたね。そうで井上の2点タイムリーとか、うん、まあ、そういうのもあり、まあ、勝ち越したんだよね、はい、で西武も外崎、中村のホームランなので同点にしたんだけど、うん、大きなプレー、うん、が流れを変えたというね。なるほど、うん、で逆に言えば外崎がゲッツーって言ったボールをちょっとエラーしたんだよね、うん、まあ、それから2点を取られるという、うん、だからその西武首位は走ってたんだけども、エラーがちょっとやっぱりね、失点につながるケースも増えてるという、うん、でこの試合で隅田が負け投手になったという、はい、まあ、隅田投手はやっぱ勝たないとね、なかなかちょっともう負けがどんどん増えてしまっているので、ね、そうだな、だから勝ち星と負け星がひっくり返ってれば、もう西武は楽勝に優勝するんだけどねっていうような、うん、まあ、そんな位置まで西武が上がってるだけに、うん、まあ、隅田が勝ってくれるとまた ちょっと違うかなというね、うん、で3戦目、はい、で4点リードするけどもさ、西武が、うん、中継ぎ陣が失点を重ねていくんだよね、うんうん、でね、4月当初春先っていうのは1点台だったんだ確か、はい、中継ぎのだけの防御率っていうのは、はい、で7月に入ったら2点台にちょっと上がるんだよね、うんうん、まだ2点台っていうんだったらまだいいけど、うん、8月に入ったら3点台に上がっちゃうんだ。あら、だから少し疲労が来てんなっていうことと、うんうん、やっぱ強みだったものが強みじゃなくなる不安っていうのが出てきてるよね、うん、だから信頼ができなくなってきて、うん、いや先発がある程度頑張れば膠着状態でいけば中継ぎ陣が踏ん張ってくれるよっていうようなところで今まではいたんだけど、ちょっと計算が狂い始めてるね。うん、うん、だからそういう意味ではちょっと不安。なるほど。でロッテの方はいい勝ち方して、まあ、逆転とかでね、はい、してるんだけども、やっぱなんせね、打てないことが多い。うん、だって打ってるバッターたちがこうレギュラーと言われる人じゃなくて、なんかこう控えの選手がちょっと活躍したりだとか、うん、そういう時に勝ち星を拾えるというようなね、うん、まあ、そういうことになってるからもう少し頑張らないとな。ただ西武はちょっと計算が狂い始めてるなっていう感じがしちゃうんですね。はい、はい、はい、次、楽天対ソフトバンク、はい、楽天則本、唐島、川田、はい、でソフトバンクは石川、レイ、バンド、まあ1試合目はもう話にならない、うん、うん、則本が話にならない、うん、この前いいピッチングして勝ち投手になった、久しぶりに、はい、うん、いやもう今までは体が調子が万全じゃなかったし、いや万全だったらこのぐらいのことはできますよみたいなことを言いながら、うん、ね、1戦目に先発したら負け投手、はい、うん、まあそれももう大差で負けたという、うん、20安打の猛攻を仕掛けられて、うん、まあただソフトバンクの若手がね、増田、谷川原などが活躍して、まあ、1戦目は勝つんだけど、
だけどそのコロナでレギュラーがごそっと抜けてる中 で、ね、チャンスをもらった若手が躍動してるよね、うん、ソフトバンクがね、うん、だからそういう意味ではすごく頼もしい若手がいるという。で2戦目は接戦をものにするんだよ。でもその中でもやっぱりヤングソフトバンクって言われるぐらい、うん、まあ、ヤングが活躍するという。ヤングは、はい、やっぱり増田とか谷川原とかいいんだよね、うん、でこの試合延長になって、うん、ブゼニッツを楽天は出すんだよね、うん、はい、そしたらランナーサードになってワンナウで交代宮森に持っていくんだよ、はい、だけどブセニッツの気持ちを考えるとさ、うん、自分で自分のことはケツ吹かしてくれよみたいな、うん、そういう感じがマウンド上で見れたんだよね。あそこで宮森持ってって打たれたら俺の自責だし、ね、ブセニッツの、ね、うん、自責になるしね、うん、いや俺に責任取らせてくれよみたいな感じで降りて、だからあの投手交代ってどうなったのかなっていうね、うん、まあ、俺は任せるべきだったなっていう感じがしたんだよね、うん、で、西川のところでに犠牲フライが打ち上がるんだけど、はい、うん、まあ定位置よりやや前ぐらいかな、うんうん、でこれは普通の外野手だったらさせるだろうって言ったところが、うんうん、全く問題外のところに投げてるんだよね、うん、だから、まあ、西川っていうのはもともと肩が弱くて、うん、肩も壊したからこともあり、はい、まああんまりまともに投げれないような状況の中で、うん、これは守備固めって使わないのかなとか思ってさ、だからそういう接戦の時にはやっぱそういう繊細な、選手の交代だとか、うん、そういうことも必要だなっていうふうには思ったよね。なるほど、うん、で3戦目、はい、もう初回にソフトバンクが4点をね、うん、もう簡単あっさり取るんだよ、はい、鎌田から、はい、パンパカパンパカって、うんうん、押したらバンド、うん、7点取り返されるという、ね、取られるというパンパカパンパカ打たれて、うん、1回大変でしたよね、うん、ただねこの試合面白かったのは、はい、まあそういう荒れた初回だったんだけど、うん、楽天の方は7人の継投したんだよね、うん、これがね見事にはまっていくんだよ、うん、だからみんな良かったし、うん、あの酒井なんか三者三振取るのかな、アウトローでパンパンパンで、うん、これ見事に勢いを止めたよ。ただソフトバンクの方はバンドをずーっと我慢して買えないんだよ、うんうん、だからこれはやっぱ楽天は追わなきゃいけないということと、はい、ここの試合はもう落としても仕方ないと思ったソフトバンク、うん、いやだから負けるんだったら変なピッチャーもう使いたくない、うん、疲労もう残したくない、負けてね最小限で、うん、だからこの試合はねなんか両者の思惑が見れてすごく面白かった。3戦目は対照的な感じですね。そう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 、うん、まあそういう、ただソフトバンクの方は本当に、まあ、さっきも言ったけどコロナであれだけのレギュラーを変えててね、うん、よく戦ってるよね。いや勝ち越してるっていうのは素晴らしいですよね、すごいよな、うん、だから若手の頑張り、うん、まあ見事です。はい、ね、則本もうちょっとしっかりしなさいね。はい、で日本ハム対オリックス、はい、ね、これはもともと2試合で、うん、釧路と大宮であったんだよね、はい、北海道でね、うん、はい、で日本ハムは鈴木と上原、うん、でオリックスの方は山岡、竹安が先発したんだけど、はい、1戦目釧路、うん、日没コールドになって0-0になるんだよ ね、 そうなんですよね、うん、これ過去にもね、うん、そういう事例がある、日没のコールド、そうそうそう、はい、で内田証明もないし、うん、まあ、釧路っていうのは日没も早いというか、はい、それを考えるとさ、うん、オリックスってものすごいチャンスがあったんだよね、はい、スクイズで1点取れる場面なんていくらでもあったんだから、うん、それが点にならずに 0-0 の引き分けっていうのは、はい、やっぱ気象条件だとかそういうなんていうの、球場の仕組み、うん、環境、うん、そういうのを頭に入れとけばさ、いつ雨が降ってくるかなって言ったらもう慌てて点を取るような試合があるじゃない、うん、野球って、はい、うんうん、だからそういうことを想定しながら戦ってたらこの引き分けはなかったんだよね。うーん、多分勝ってたと思う。なるほど。で山岡にも勝たせてやることができたと思う。だからすごくもったいない一分けだったよね。で2戦目、はい、まあこれはね日本ハムの自滅、うん、まあ、エラーで点を投手陣の足を引っ張る、これではね打ってもねいくら打っても追いついていかない、うんうんうん、まあ、この試合は中川の
ホームランとか若月のタイムリーでねいい点の取り方をし、うん、まあ相手のエラー絡みだけどさ、はい、まあ勝つことができたんだけど、うん、まあ日本ハムの方は近藤のホームランだけではやっぱちょっと寂しいよね、うん、まあエラーが響いたというね。なるほど。まあそういう2戦だった。はい、はい、で予想通りにはいかず、うん、意外な出来事続出。はい、まあ意外といえばやっぱ西武は首位にいながらこう先行しながら逆転されるという試合が多かったということ、うん、はい、ね、でソフトバンクの方はあれだけレギュラーがいない、コロナで苦しんでる、うん、だけど勝ち越した、うん、2戦目のヒーローインタビューだったか1戦目のヒーローインタビューだったか分かんないけど谷川原だったかな、うん、のヒーローインタビューでいや柳田さんに報告しないといけませんねって言ったら、うん、いやコロナで多分苦しんでると思うので、うん、寝てるのでそっとすきますみたいな、そっとすきますみたいな、まあ心遣いもいいけどね、はいはい、だからまあそれ、まあ、意外な出来事続出、はい、まあ、ここのね日没コールドもそうなんだ ね、うん、だからまあそういう3連戦だったなっていう、はい、はい、そういう感じでした。はい、はい、では順位表どうなりましたでしょうか。こうなりました。はい、ね、セリーグはゲーム差も変わらず、うん、ここは変わらないね。あのそうですね、首位のところはそうです ね、まあ、巨人と広島がちょっと入れ替わったで、パリーグの方はソフトバンクと西武が入れ替わり、はい、あとは変わらなかったのかな。うん、でいよいよ直接対決というのはヤクルトの DeNA が、ね、当たるという、うん、西武の行方はということ、はい、まずセ・リーグから、うん、まあ直接対決これね、ヤクルトが3連勝したら、うん、おそらくもう決まりでいいわ。 DeNA がモチベーションがねガクンと下がる、ね、だけど1勝2敗、うん、2勝1敗どちらが、まあ2勝1敗がベスト、うん、ああ3連勝がベストだな、まあね、で1ゲームに迫るか、うん、まあ最低でも2勝1敗にしときたいよね。そしたらもう本当にわからなくなる。仮にDeNA3 連勝とかいうことになれば、ここはゲーム差が1になってきて、この後のヤクルトっていうのはまたそれでだいぶ変わってきますね。いや変わるとやっぱ焦り出すと思うよ。うん、うん、でまあヤクルトの方は、うん、サイスニード、はい、原、うん、小沢予定ではね、うん、小沢を変えてくる可能性はあるけどね、うん、で DeNA の方は、はい、大貫石田、うん、京山、うん、先発ピッチャーのことを考えると DeNA の方が多少有利かもわかんないね。うん、で中継ぎ陣の疲れだとか、はい、いろんなことを考えると少し有利かなっていう、うんうん、ただ今日昨日か、うん、昨日牧と佐野にまあヒット1本ずつは出てるけども本来の当たりが出てないということ、うん、でヤクルトはサンタナと山田が非常に悪いということで、うん、だからここら辺がどういう試合運びになるか、だから予想するとピッチャー次第だよ、先発ピッチャー次第っていうと、返すとそれぞれ敵チームの打撃がどうなっていくか、どう打っていけるかっていうところですか。まあそうだね、うん、だけどピッチャーの出来で全てが決まるみたいな感じで見てていいと思う。横浜スタジアム18時からですね、お楽しみに。これは見逃せないよ。寝てる場合じゃない、寝てる場合じゃない、はい、ね、でソフトバンクと西武、うん、ね、オリックスって続いてるけど、はい、西武の行方はっていうふうに書いたのは、うん、西武とオリックスが当たるんだよ。ああなるほど。で明日は今井と山本、うん、もうオリックスの方が決まってるよね。ね、山本宮城で来るから、うん、だからここら辺は順位がひっくり返る可能性があるということ、うん、頑張らない。相変わらずゲーム差がないのでね、そうそうそう、パ・リーグは特に。そうそうそう、なるほど。だから西武対オリックスも見逃せないということで、うんうん、ね、こうだいぶ佳境に入ってきてますます見逃せない試合が多いので疲れますよまあ何かの折にね、はい、またあのこの前 DeNA と、うん、阪神と DeNA との試合をちょっと切り抜きでね、うん、ちょっと出したけども、ね、うん、またそういう機会があったら、まあ、動画を出しますので、ね、ぜひご覧ください。そういうことも起こりそうですよね。起こる、目が離せないので。いや起こる、はい、ね、今日からの、ね、直接対決と西武対オリックス、はい、これは見逃せない、はい、ね、はい。